Hello, any fellow anime geeks watching this, or probably just my mom. Hola, mami. Welcome to my kotatsu. The 2020 winter anime season is here, and as I was doing my research on all of the new releases coming out, I came across a MAL article by Snow on the simulcast list, and that I had a whole half season, a whole half, six episodes of Saiki waiting for me. Yes, Saiki Kuso no Sainan Shidouhen. Or I guess Netflix is calling that Reawakened. Not a sequel as far as I understand. It's like a mid-season insert in that it went back and got a whole bunch of things that weren't included from the manga and kind of put it all together. So this video will be a little bit different than the rest of my winter anime season video series that I'm planning, in that I already know that I really love Saiki. I've watched all the other seasons and laughed my booty off, and I'm going to be binging all of it. I've got a soda treat, my headphones, and I think I'm ready perfectly. Let's get to it. What? No intro? What? Okay. Just go feel it by yourself. I totally forgot I love this friend who always wants to go get ramen. Oh my gosh, I'm so glad. Okay, so I watched the live action and I really hated how they actually had him like verbally speaking instead of communicating through thought. I'm loving it so far. あんな楽しい雰囲気だった。みんなどこかに行ってしまったぞ。父さんができる程度の仕事なら何の問題もない。エイキ、何やってんだ。早くクソを舐めろ。出社したら訂正しよう。社会は厳しい。何名かしら。三名です。喫煙席でお願いね。過去に前科があるから心配していたが、母も学習したようだ。途中口数が妙に減っていたが、心の中で余計なことを言わないよう警戒していたからだった。いつも通りだが、別の話になったのでもう大丈夫だろう。一回倒産仕掛けたことがあったの。でも何とか持ち直して今は順調よ。たまに失敗してクーちゃんの超能力に頼ったりしてるけど。超能力って油断したらすぐこれだ。それが俺の使命であり宿命だから。美しい天使も突如地に落ち、堕天使になり下がる。その恐ろしさと危うさ、そして儚さを伝えたくて作りました。落ちた。ルシファー。Oh. Oh no.It's like a rehash of when he was trying to draw her. You write this white paper depicts her pureness. To put this rocky type music. Episode 2. ものも通さないのか。なるほど、これは便利じゃなくて不便な能力だな。しかもこれ解除できないぞ。It looks like the case around the rose in Beauty and the Beast. 何の音だ。父さんのフィギュアコレクションが全部砂になったようだ。なんでだ。わざとだろう。自主的にやったろ。いや、これも暴発しただけだ。嘘つけ。本当だ、ほら。本当だった。僕平田君に何かした。何かと。いや、なんか漢字読めねえ変なのだった。獅子王三重県現時点最強の攻撃力だよ。お、これすげえのか。すっごいなんてもんじゃないよ。マスターなんか三毛出すのに3万も使ったんだから、それを一発なんてすげえ。ああ、エピソード3。お
いちょっと待ってくれよ。確かに僕は誤解されやすいけど、もう一度よく見てくれ。これが嘘をついてるやつの顔に見えるかい？な、今のが真顔？5分や10分ならともかく、20分は遅刻だ。ちぇ、まあしゃあねえか。じゃあホームルームを続けよう。挨拶代わりだ。このバカ貧乏はどうでもいいが、この俺には従っておいた方が利口だぞ、顔貧乏。今回は見逃します。やっぱりな。教師を買収しようとした件はね、特別扱いはしないよ、サイコ君。君も遅刻だ。カイドウ 158.9 センチ。2メー縮んだ。まあ中には誤差程度に伸びたり縮むことはあるが。もう一回調べてくれ。だからなぜしゃくれる。 158.8 センチ。基本的にみんな去年と同様の結果が出る。しかしそのことに違和感を持つ者はいない。俺と漫画家を目指そう。あれ、俺は絵があまり上手ではないから。あまり上手ではない。いやいや、勝手に話進めんなって。その前に話とか作れんのか。おう、惑星アナンとかってところがやべってところまで分かったぞ。最初の一行で脱落してんじゃねえよ。マジかよ、俺が構想に3年かけたプロットがこの評価とは驚きを隠せねえぜ。あれに3年かけたことに驚きだよ。あ、だからちょっと待ってくれ。この話はここで終わりじゃねえんだ。Is that an Astra reference? 惑星ア？惑星アストラ。I wanna pass the shovel of him. This is the BGM I missed. Dun, 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 dun. Okay, episode 4. 入ってきた転校生を見て全員静まり返りました。すでに満身創痍だったんです。どうしたのその怪我。永久者に惹かれました。それが転校してきて最初の言葉でした。自己紹介だな。その後先生は病院に行くよう勧めましたけど、平気だってことで自己紹介に。しかしタイミング悪くチョークが一本もありませんでした。ついてないな。けど不幸中の幸いか、肩から出血してたので血で自分の名前を書いて事なきを終えました。Oh, it might be overheating. Okay, let's try. さっきの薬品とか。Oh my gosh. お、で、席真ん中じゃなくね？あれ、おかしいな。席替えしたのか。てか、隣のひーちゃんじゃね？普通じゃないやつ。なぜ佐藤君の隣にあのスーパー不幸少女が。そんなやべえの？当然だ。そもそも真ん中の席じゃないことがすでにおかしいのだ。あいつはクズだったな。Yeah, he is trash.Episode 5. 誰かいませんか？助けてくれ！クソ、開けねえ！おい、誰か！これはまさかと思うが。マジかよ！もしもし、誰かいませんか？ダメだ！非常ボタンも反応しない！携帯も圏外だ！どうやら俺たち閉じ込められたようだぜ。このエレベーターにな！リアルリアル型脱出ゲームスタート。で、ひとまずうんこしていいか？俺、ちさっきからずっと我慢しててよ。え、うんこ？おう、4弦からずっと我慢してんだ。助けてくれ！教科書も僕が見せるよ。席、隣だしさ。ありがとう。じゃあ机くっつけていい？うん、もちろん。どうだ、なかなかいい感じ。あの腐れムブが人の女に手出しやがって。お前のじゃないがな。佐藤君には彼女の不幸を無効化する力があるんだ。でもそしたら取り塚君の分が。ああ大丈夫、俺暗記してっから。あ、暗記してるの？ダメんだよ、俺の勝ちだ。新しいジュース買ってきたぜ。さっき全部こぼしちゃったもんな。ごめん取り塚。本当悪い。大丈夫鈴宮さん。うわ、すげえかかっちゃったな。あ、ごめん、かかりそうだったからとっさに。ありがとう。うわ、爪がきついちゃったよ。気抜けし。俺が身を引けばこれが失恋か。感傷に浸ってんじゃねえよ、普通に逃げただけだろうが。ちょ、佐伯さん見てたんすか。 Okay. Alright, next. Let's just keep going. 学園一の美少女寺橋さんと2年目とか同じクラスだからだよ。歩みね。テレパシーがないとはいえ、この僕が奴らの企みに気づけないとはな。まあサイコキネスで受け止めてからダメージはないが。いや待て、サイコキネスは使えないはずだ。じゃあなんで僕は無事なんだ。お、大丈夫か相棒。粘土だ、下に粘土がいるぞ。最強いるぞ、うまくいったか。いや、粘土のバカがかばいやがったってよ。マジかよ。何がうまくいったって。念仏なら任せてくださいっす。取り付か、なんだやっぱり見えていたんじゃないか。トリスカは透明化しても見えるんだった気もしなくもないが、いや、やっぱりいたずらだな。つか聞いてくださいよ、俺ら3年に上がったから新1年生入ったじゃないですか。だから1年の教室見に行ったんすよ。そしたら可愛い子見…I thought it was like a teacher or something standing there in the back, but like… Why is there some… weird…
old dude standing there. あなたに言われたくありませんよ。おやおや、これはとんでもないことになりましたね。あの規模の小惑星が地球に激突した場合想定される被害は、ちょっと頭がうまく回りませんね。ニュースでは数時間と言っておりましたが、この様子だとせいぜいあと2時間といったところでしょうか。これは久しぶりに出てしまいそうですね。ニョーと言ったら、あらあら出てきてしまったみたいです。さあ早く逃げましょう。急がないと僕らが全力でお守りするので、早く。神に愛されているこの私に隕石が降ってくるわけない。私そんなの絶対認めない。最近にまだオープンって言わせてないのよ。He's back. Oh, that was awesome. That was really awesome. Plot, story, of course fits in with the series. Like I mentioned before, I think it, you know, it's just and as proved by watching it, it's inserts that we missed. Of the story that we've actually already seen. Was there any more character growth in this arc that we had seen in the previous one? Yes, I love seeing Nendel go and, you know, risk his life for Psyche, for his friend. That was really, really cute. I really liked it. As far as art style, music, and mood, which I have listed here is like wanting to make sure to address whether it fit in with the franchise or not. Totally. There were some nice resurgences of the BGM. I loved the intro psych out where it's like starting the intro. Just kidding. There was no ending song, but that's fine. The mood and the art and just everything really fit in with the whole rest of the series. It was totally fine. In regards to the comedy, I feel like it was totally, totally there. I liked each of the scenarios. I think they were really interesting and weird and different than everything else that we've seen him in. So there wasn't really a lot of repetition, and I really appreciated that. Yeah, they somehow didn't lose the heart in this insert. I feel like with a lot of OVAs or auxiliary seasons or anything like that, you lose a lot of the heart because a lot of the tension and things that had been building up in the actual plot aren't there. So you're only left with the characters. But luckily, since this series is just originally so slice of life and the characters were so perfectly hashed out, that just throwing you into this auxiliary arc didn't matter. The comedy and the consistency was not lost. The heart wasn't lost. Like, it just fit in nicely with the rest. Was it good? Yes, it was a good standalone. Probably not, because I feel like you need to understand a little bit about the characters before you actually watch it, because otherwise you're thrown into the actual world already, with everybody already introduced. But definitely worth the watch for fans of it already. I really enjoyed it, so yes, thumbs up. I think it'd be worth a coffee jelly.